実は3日に記念配信を予定してたんですけど、あの爆熱すいません、まだ咳がちょっと出ますはい、あの爆熱になっちゃって、そう咳心配なので地声でやりませんか。やっぱちょっとさ、あの地声の方がいいと思いますか。いやわかるよ。だからね、ちょっとやっぱ高い声ね、まだちょっとあれかな、星川のライブまで撮っといた方がいいかな。そうなんかね、あれなんだよね、喉別にね枯れてないんだけど、そんなに心配させないように地声で話すのはありかもしんないね。そう地声好き、なんかね地声好きな人多いんだけど、祭りね自分の地声そんなに好きじゃないっていうか、なんだろうね、あの声地声があんま可愛くないから、可愛いって思ってもらいたいから、結構その配信ではね可愛い声出そうって思ってんだけど、そうさっきのが地声と思ってた、いやこれがね地声ですね。まあ、ちょっとあの鼻声入ってるからあんまり地声感ないかもしんないんだけど、うん、地声素敵、ありがとうありがとうございます。そうハスキーなんだよね、どっちかっていうとね、ハスキー低音、ちょっと低音みたいな、ショタみたいなね感じになっちゃうんですけど、うん、その声で可愛いねって言ってもらえたら可愛いね恥ずかしいわ、何これ、うん、ちゃんと女の子、いやもうこの声で女の子扱いしないで、ちょっと恥ずいわ、終わろう。そう今日はね、あのあんまり長くやんないよっていう話だから、いやでもね普通にねこの声でもね喋れるから安心してください。